さあどうでしょう、ここに来んのか新しい枠に来んのか、うん、どっちかな。あーなるほど。えでも多分こっちっぽい、新しい方だと思う。え私これあのさっきさ教えてもらったさあの、うん、何キーみたいなストリームキーじゃなくて、そうアカウントを接続してたの最初。永遠に誰か待ってる可能性あるけど。マジかよ。私のスマホは無くなっちゃった。来てから見てない無理。あったわ。スマソン。えちょっとお待ちください。こんにちは。間違えた。こんばんは。誰かいます？ちょっとすいません。ちょっと誰かあのゆりがですね。今日ちょっとゆりがいつもはロメンちゃんだよりの機材系をですねゆりが。ゆりのパソコンでやるためにゆりがいろいろ設定してたらちょっと間違えちゃって、30分前から配信予約してたのに いたいかい違う枠で、あありがとうございます。さあサイトってどれ、これあそれネットそれあ消しちゃった、間違ってた。ねなんかねどこだっけ、設定いじってる時だっけ、違うな、だっけ何で出てきたんだっけさっき。すいませんあなんか配信のあれなくなっちゃった、配信なんか配信あれなんかさ、うん、あれアカウント連帯してた時にここにもう一個さ出てきたの、配信してるからなんかさなくなっちゃった、じゃ調べよう、うん、なんだっけ、YouTube スタジオ、 YouTube スタジオ、うちらのさアカウントで検索すればいいんだよ。桜餅の Google で検索すればログインする必要がなくて、あなるほどね、なるほどね、どうやって帰んのちょっと私もどうやって帰るの、ちょっと困っちゃう、それ Google じゃない、困るわ、ちょっと困るわ。そっからもいけるかも、設定で、うん、違うか、動画を管理、動画を管理、どうこれ動画を管理、おーいけた、あで、うん、ライブ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 コンテンツ、コンテンツライブ配信、あそうで、で鉛筆マーク鉛筆マーク鉛筆マーク、非公開保存 OK で、で戻ってみればいいで、そこここ押しちゃえば、あっむずい、あーダメか、非公開にはなってるけど、コメント消しちゃっても全然後で消す、完全に削除うん完全に削除されました。あでラジオは4になってるね、してくれたのか、したかも、したかこれじゃない。これでできてますか。間違えた、うん、間違えた、カウントを切り替える、よし、ツイートします、誰、私の個人アカウントチャンネル登録した人、してない、一人チャンネル登録してるんですけど、もう炭酸ないんだけど、え、いつのこれ、飲める、飲めるわ、
わわわわわわ、今日は眠たいかも。いい人できた。できた。ゆいさんは？ゆいさんも共有 X。 X くれないな。このオレをこちらで、まずそうだね、はい、しちゅう、レッツゴー。ティー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 、でん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 、もっと BGM を大きくするとかありますか？どうですか？なんかすげえカフェで流れてそうな BGM 流れとるの。あ、だだだだ、はい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 。でも本日誰も来てないです、うん、あら悲しみですね。人気が落ちてしもて、もう地に落ちた。地に落ちたか。しております。よし、できた。ナイス。これをリツイートすればよかったのか。いや、別に OK です。いいよ、ね、できました。完了です。完了です。挨拶しますか？はい、はい、せーの、どうもっちり桜餅です。桜餅の餅担当、ピンク髪のエルフットゆりです。今日スプラトゥーン S ランクいきました。おめでとう。カルロメです。おめでとうございます。イエーイ。毎週水曜日、うん、7時、うん、ようやく、うん、再会しました。なんかすごい疲れてるけど隣の人再会しました。イエーイ。一日が長すぎる。お疲れ、うん、今日寝てゲームしてたらもう時間になってた。やばくない？何のゲームした？ドラクエ。ドラクエしてた。やってなかったからストーリー、メインストーリーを進めて、うんうん、新しいのが出たんですよ。ほいほい。バージョン7、今6までだったんだけど、うん、バージョン7っていうパッケージが出るんですよ。オンラインゲームなんで、うん、ソフト追加で新しく買わないといけないの、うん、まだ買ってないけど、うん、その新しいとこ前までのメインストーリーを終わらせた。とりあえず、ストーリー系なんだ。ストーリーもちろんメインストーリーあるよ。あの RPG ならではのストーリーがしっかりあって、うん、他のナンバリングとそこは一緒で、プラスオンラインだからなんかいろいろ違うコンテンツがあるっていう感じで、私はねストーリーが大好きなので、あの感情移入しすぎて号泣してました。なんかすごい死んでくんだもん。死ぬのはよくないすごい。お前も行くのか、私を置いてみたいな感じで泣いてました。生き返らせようね。いや、生き返ってくれるかなって思ってたの。なんか推しが最初に死んでて。ドラクエの世界ってあるの？え、生き返るよ。魔法で？魔法で。でもなんかさ、難しくない定義が。蔵王系呪文で生き返るんですけど。メテュラーみたいな。メテュラー。メテュラーわかんない。メテュラーなんてあったっけ？メアニ。メアニ？メアニはもうメアニだね。現実にありますね。メアニですね。メテュラーは知らないですけど、難しいよね。一応ね、難しい。生き返る呪文あるにもかかわらず死んで生き返らない人もいるという。確かに確かに確かに。私のでもドラクエの知識はあれしかないよ。うん、どれ？勇者ヨシヒコ。じゃあヨシヒコさんは一応見たことないんだけどさ、あの呪文とかさ、一応本家と文字一文字違いとかになってんの？全く一緒なの？わかんないけど、うん、王冠をこうやって、あの、うん、王儀なんかあるじゃん、うん、箱、死んだ人の箱、あ、棺桶、棺桶をこうやって持って、うん、あの教会まで行ったら生き返ってたよ。 あ、そうだね、それはそう、うん、今までの従来のナンバリングだとそうですね。それは知ってる。そう、4人パーティーで死んだら棺桶に入って、うん、入ったまま歩いてる時も、うん、あのちゃんと後ろについてくるっていう。あ、じゃあ、あれ原作再現なんだ。そう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 だと思うよ。そのままだったよ。あの
瓶だっけ、花瓶かなんかをこうやってペシャーンって割るのもやってた。ああ、壺。そうそうそう。壺ね。そう。勝手に部屋入ってきて。あ、そう。あ、それは切り抜きで見てもそうなんですよ。あ、本当？ドラゴンクエストは棚を開け、タンスを開けたり、本棚を漁ったり、壺割って、樽も割って。なんで割るの？あの、アイテムとかが出てくる。ゴールド。まあ、はした金だけどね。手取ればいいじゃん。15ゴールド手に入れ、あ、だからね、うん、ちょっと仕様が変わってる。その今までは割ってたんだけど、例えば天もこう触れて、うん、なんか、なかったらなんか、そわみたいな音で、あったらピコンみたいな感じでゲットしたみたいになるようになった。なんか文句言われたんだかもしれない。そう、仕様が一応そう変わって、表現の仕方がいちいち物を壊すなってで変わってほしくなかったかもしれない。あ、まあ、確かにそうね。確かに昔は割ってた、パリーンって。で、時間経ってると復活してもう一回パレ割れるみたいな。そういうのがいいんだよ、ゲームって。っていう感じでね、ひたすら、まあ、稼いアイテム、アイテム、薬草が出てきたとか、そんなレベルだよ。15ゴールド手に入れたとかだけど、あさる。本棚とかは、ストーリー進める上必要だったりとか、あとは、ナンバリングにもよるけど、例えば、レシピを覚えられるとかね、なんか武器とかを自分で作れたりするの、その武器のレシピを見つけたりするのに、一応、あさらない、あさっとかないとね、みたいな。あとタンスも装備品が出てきたりする、うん、あのポケモンで草むらに入ってみるみたいな、うん、なんかその多分なんか出てくるみたいな、うん、そんな感じだね。ずっとドラクエやってた。今日は そうね、結構時間かかるんだよね、ストーリーやんの。あ、確かに長そう、うん、マジで時間かかるから、うん、めっちゃやってた。ずっとひたすらギミックを解いて、ストーリー見て、敵ぶっ倒してみたいな感じで。配信すればよかった。え、だってモニターないとできないもん、配信。できないの？パソコンだけで。パソコンじゃないもん、スイッチだから。あ、そっか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 。パソコンのドラクエの方は持ってないから。そう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 。間に入れるものか。あ、そうそうそう。モニターがないと。モニターがあれば逆にできるんだけど。まあ、だから最悪、うん、あのお父様のモニターを一回分取ってきたら、一応一時的にはできることは判明してる。なんか何のモニター使ってるか知らないけど、うん、絶対いいモニター使ってるよね。分かんない、使ってるかもしんない。そう、ただコードがいろいろ刺さって取ってくるのめんどくさいからやってない。まあ、今日は家にいましたしね。やめた方がいいと思います、はい、なので、はい、できないです。なんか相談したらなんか、うん、あ、教えてくれそうじゃない。まあそうね、それはそう、それはそうだと思います。一番詳しいと思う、うん、そうだと思う、うん、思います。スマホも一緒に買いに行ったんですけど、うん、え、それ新しい？いや、まだなんか通販で頼んで月曜くらい着ってなってたのに、うん、来てない。水曜日。え、遅くね。あれ、なんかおかしいな。雨降ってたから今日。そういうこと？関係ある？ちょっと気分じゃなかったかもしれない。なるほどね。配達業者さんがね、あんまり手が回らなかったと。そう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 、しょうがないね。雨だから外出たくないって。まあそういう時ありますよね。うん、いいよって。もあるそういう時。まあいいんだけどさ、まあいいんだけどさ、まだ移行とか終わってないから、いろいろ。こんなにさ、カードに移さないと。来ないの？こんなに来ないの？もうめんどく、珍しいよね。ね、悲しいね。楽しい。頑張ったのに、ゆりめっちゃ頑張ったんだよ、設定頑張ったね。うん、設定頑張ったんですけど、なんかあれ、今日みんな忙しい。あー、なるほどね。4月最初だから。まあね、初年度だから、ね、うん、電車に乗るとさ、スーツの人多い。いっぱいいるよね、うん、この時期最初研修とかだから、多分新卒の人がさ、スーツで乗ってる。やだやだね。頑張れみんな。最近の話するとね、うん、うん、最近の話、なんかね、体が勝手に7時半に起きるようになった。やば、めっちゃいいじゃん。やばくない？健康じゃん。アラームの前に起きるの。いいじゃん。やだ、 なんでもっと寝たい。あー、うん、まあね、あー、もう朝から7時半みたいなのが 2,3 日続いてて、あら、怖いんだよね、ちょっと。すごいね。え？7時半？
何する、スプラやるかで、あれ健康的に起きてスプラはい、なるほど。でなんかいっぱい人いるから家に、うんうんうん、うん、無音で、そう無音、なるほどねって思った。そうそうそう、無音だったら確かにいつでもできるじゃん、そうそうそうと思って画面だけね。そうコメントではめっちゃブチ切れてたけどブチ切れてたのさ、うん、なんかちょっとしか見てなかった、うん、なんかつけてそのまま放置して、私もゲームやってたの、その、うん、寝てた、寝てた、うん、寝落ちしてた、マジか、うん全部消えてた、スイッチもスマホも全部画面消えてたみたいな。分かった、ももに乗られてるし、寝苦しくて起きたら痛かった、めっちゃなんか血の巡りを止められてた腕の、あめちゃくちゃ初見さんだよ、え初見さん、はじめ、ほら、あ間違えちゃった、初見さんだよ、ほらほらこんばんは初見です、おー初見さん、あー初見さん、初見さんだよ、あーどうも、あどうも、久しぶりじゃない、めっちゃ久々、いやうちらも言うて久しぶりなんだけどさ、まあ、そうだね、まあなんか編集もやったからちょっと頑張ってるみたいな。こちらさんじゃないですか、お久しぶりですね。今日ちょうどね、こうちくんのこと思い出してたんだよ、なんでごめんなキモいこと言ってキモいこと言う、そうじゃなくてね、うん、あの私あのフットサル部には前から入ってたんだけど、うん、サッカー部にも入ることになったって話したっけ、この前、してない、してない、え、あれ配信終わった後に話した、あごめんみんな、ごめんみんなに言ってなくて、サッカー部にも誘われて、うん、サッカー部にも入ることにしたのよ、バカだよねだからね、しかもね、しかもすごいのが活動日が被ってて、うん、活動日が被っててサッカー部が、うん、マジなんか早めにやりたいみたいなコーチの意向で、16時半からチャット動いてますか、チャット動いてますってどういうこと、動いてはいる、あの人がいなくて動きがないっていうことですか、あなんか悲しいからさやめてくれないかなかとってるってわけよ、そういうことですか、まあそうですね、あのかとっているだけで、あの正常な動作はしてますね、正常な配信ではありますね、うん、ちょっと珍しくない、最初からコメントこんなうまくいったの、うん、できましたコメント、はい、上に空白があるっていうことですか、わかんない、チャットは動いてはいます、あ、なんで言ってないの、 あ違う、私が止まってるわ、あ時が、うん、時を止めよう、私はもう動いてるよ、やめろ、間違えるんじゃない、ペコパ好きだよ、ペコパ動いてるね、動いてる、多分まあ人がいなくて動いてはないっちゃ動いてないんですけど、はい、いいよ、うん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 、あでサッカー部が4時半から、はい、4時半から何時だったかな、昼なん、昼夕方、うん、夕方って感じだね、16時半から7時、そんな長くやんの、そうなの、知らなかった、7時でフットサル部が7時から9時なんですよね、バカだよ、無理だよ多分ちょっと無理だよね、無理かも、うん、無理かもって思って、サッカーやってみたいなって思ってたんだけど、思ってたから軽い気持ち入ったんだけど、よくよく考えたらサッカー部って練習外だよなってことに気づいて、私ねなんか直射日光に当たり続けるとすごい頭痛が、あそうなの、うん、だから日傘もさしてるし、で気をつけてるんだけど具合悪くならないように、うん、えサッカーなんてやったら大変だ、もう倒れるよと思って、そのことに最近気づいてどうしようか迷ってる、やめちゃえばまだ行ってないのよやめちゃえ、新年度からで入りますって言ってて、体調悪くなる前にさ、いやまあそれはそうなんよそれはそうなんよね、うん、いやマジでね具合悪くなるんだよね、よくないよ、直射日光の元にいると、小学校とかでかぶる、うん、あの体育の帽子かぶってやりない人だけなるほどね、でも本当にそのレベルで、うん、フットサル部の合宿が、うん、外だ、体育館じゃなくて、うん、あの芝の外のコートでやってたんだけど、見たことある、帽子かぶってた一人だけ
確かに一人だけ帽子をかぶってやりました。その時は帽子かぶってやったら、帽子かぶったら割とマシなんだよね、直射じゃないだけで。フットサルが無難か、無難か、コメント読む気あるねじゃあそうやってサッカーがダメならフットサルが一番無難なんじゃない。あ、なるほどね、直射日光っていうあれがあるからね。そう、サッカー室内でなんてできねえもんな、日傘持ちながらヘパヘパッ舐めてる舐めてる、舐めすぎ舐めすぎ、コーチの顔見えない、いや怖い、やだ、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られるの、帰れって言われちゃ うそんな日焼けしたくないなら帰れって言われちゃうそれな、いや日焼けじゃなくて、まあ、確かに日傘を刺すようになっちゃってから日焼けは結構気になるようになった、逆に、うん、後付けだけど、真っ黒だったじゃん、うん、だからもう写真見る違いすぎてやばいんだけど、あんな真っ黒になりたくないなと思って、結果そこまではいかないでしょでもサッカーやったらなるんちゃう。サッカーやったらなると思う、なるよね、うん、と思って、その頭痛くなるから刺してた日傘なんだけど、日焼けしたくないという思いも強くなってきまして、ちゃんとね、ちゃんと曇りとかでもね、え、曇りでも刺さないっていうのは、曇りが一番焼けるじゃん結局、うん、紫外線が強いのって曇りじゃん、うん、みたいな精神になってきて、刺すの曇りで刺さない、刺さないかい、刺しちゃう時もあるけど刺さない、その話の流れやったら刺すんかと思うじゃん気にはなる。だから長袖を、あ、こんばんは初見です、あ、いらっしゃいませ初見さん、こんばんは、はい、じゃあそれやったら帰ってって言って帰らせる帰らされるよな、女の子だもんね。そう、僕女の子だからちょっと日焼けとかも気になってきちゃったみたいな感じで初見さんいらっしゃい、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 どうもチェリー桜餅のゆりです。チャンネル登録とチャンネル登録とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録とチャンネル登録とチャンネル登録したら、違うよ、 Google のアカウント3つ作って3回チャンネル登録ってね、外れちゃわないと思ったけど、そうそうそう、私日傘はね歩く日陰だと思って刺してる。そうそうね、曇りの時は刺さない。うん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 、なんか日痛くならない、なんか、あ、だからそれはあれだと思う、肌質だと思う、痛くなってくる、うんうんうん、からあれはつけてる、いるいる、日焼け止め、じゃあの黒いアームカバー、そうそうそう、私もアームカバーつけてる。自転車に乗ることが多いから、うん、そのタイミングもめっちゃ気になるの、日傘させない時間、こうやって帽子かぶる、炎天下にさらされ、いや腕焼けるやん、あ腕だ、そうだから絶対アームカバー、あ、アーム手袋はしてないんですけど、アームカバーはしてますね、痛いからね日差しが、確かに痛くはならないんだよね、もうすでにしてる、なんでだ、チャンネル登録か幻覚だ、か俺の時初見挨拶してくれなかったのに、だってしてたよ、私してた、初見さんいらっしゃい、あ、名前まで名乗ってくれなかったってことですか、うん、はい、どうも、初見感が足りない、私がやりなるほどね、もうちょい初見の感じでね、来いよっていうねことね、うん、でなくなっちゃった、まあいいや、はい、なんかねチャットがね繋げた時は出てきたんだけど、ここにどうせ名前見えてないから、どれくらい初見っぽくなれるかが、なれらしくなれるかが重要だって。なるほどね、確かにね、名前は確かに見てない、写ってないからね、うむ、こっち見ないとね、うん、スマホで見ればね、じゃあなりすましでみんなにコメントしてもらえればさ、うん、めっちゃにぎわってるコメントが演出できるそういうことだね、うん、そういうことそれはそうよ、久しぶりに来れたから忘れられてるのかと、忘れてない、いや、そんなじゃ人気ないよね、忘れるほど、うん、片手の音もあるよ片手の音覚えてるよ全員分、さすがにね、いや片手は超えたよ、嘘、え、うん、常連っていうか、でもコメントしてくれた人って考えると10人くらい、意外とね、うん、もちの子久々じゃない、めっちゃ久々、コメントでさ、うん、コメントで全然いけてない、いつ配信しますかって TikTok の動画にコメント来てた、嘘、うん、知らなかった、
来てたん。本当に。から水曜日にやります。言っといた。とりあえずそしたら来てくれたん。ありがとうございます。だって紅茶が。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ガチのところ見れず楽しそうに話してますな。ガチのところ見れず。初見です。待ってそうか。いや分かんない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 。そうですか。え初見？初見かな。ガチの初見です。ありがとうございます。初めまして。え初見？この名前は見たことないよっていいですか？でも私はね名前まで見たことないと思うんだけど。名前まで変えてわざわざ聞いたみたいなことないよね。えさすがにそれ。初めましてって言ってよろしいでしょうか？されたらちょっと人間不信になる私は。初めましてと言ってよろしいでしょうか？え初めまして。でもなんかさあグラクロやってそうなアイコンしてるよね。うん、そうなの？えグラクロの方ですか？わかんない。何の方？初めまして。桜餅の餅担当間違えました。う合ってる。桜餅の餅担当ピンク髪のエルフコユリです。それを包む草？そうです。ガルロメンです。よろしくお願いします。今日は初見さんが来ても大丈夫なように名前を書いといたので。確かに。でもどっちが喋ってるか分からん。ああ、そっか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 。私がユリです。いないやつ。そう覚えてもらって声で。声でも覚えて初めましてやぞって初めまして、ね、初めましてなのに初めましてやぞって言うやつおるか距離の詰め方が早いって話ですか。コミュ力高いってことか。そうだよ。うちら陰キャと一緒にすんなよ。ごめんなさい。めっちゃもうすでに荒らしちゃったかも。ごめんこれは大丈夫。え適当に乗せてた。本当うん。びっくりした。これはもう布団っていうか布団っていうかの繋がってないってあれだって。そう飲めてんのに森蔵っぽい。森蔵っぽい。あーなるほどね。確かに森蔵はどこ行った。こちらの音ゲーとカードゲーム系カード系ゲームと麻雀くらいしかできんぞ。そうなの。えですか。あれだよ距離の詰め方謎でくた。森蔵はあれだよ、うん、あのえファイターでしょ。ストリートファイターストリートファイターだから森蔵じゃない。ストリートファイト。ストリートファイター、鉄拳みたいな。あまあいいや。昇竜拳ってやつでしょ。音ゲーやってないね。カード系ゲーム。あ、私あれやりましたよ。この前ドラゴンボール。ドラゴンボール。ドラゴンボール真剣勝負。チャージ。うわあ、それやったことない。バリア。え？それやったことない。それな一緒にやんなかったっけ？やったことない。チャージ。チャージ。私がそんな高度なゲームできるわけないじゃん。そういえば麻雀できるようになったの。あ、ちょっとなんか回線悪い。ああ、ちょっと回線悪いみたいだね。私の視界の回線が悪い。路面だけ格ゲー無理。格ゲーだ。ニニョキ。サニョキ。今視聴者6人いるから別に最後じゃないもん。最後が負けなの？え、そうだよ。あ、そうなんだ。どうやって負けを決めようって。え、なんかみんなで協力して達成するゲームなのかと思ってた。だってさ、かぶったら最初からやり直しじゃん。そうね。だから死なないじゃん、かぶったところで。かぶったのが負けじゃない？あ、そうなの？かぶったら死ぬの？あれ。わかんない。死なない？誰も。デスゲームではないと思う。あ、そうなんだ。タケノコ死なないんだ。今から皆様にはタケノコニョッキをしてもらうみたいな。怖い。カイジの世界になっちゃうみたいな。怖すぎる。あ、なるほどね。何のなるほどねか分かんなくなっちゃった。え。逃げるなよ、麻雀から。だって麻雀頑張りな。手数計算しかできない。え、モサだってじゃあめっちゃ強いって。わ、定数計算できるのはめっちゃ強いって。そうなのらしいよ。へえ。今日麻雀覚えるまで麻雀講座したろか。だってあ、バンします。強気バンまで言ったぞこいつ。こちらの方が上なんでね。怖いめう。怖いめう。待って、回線悪いか。
待って回線悪いか、本当に回線悪い可能性あるよ大丈夫だよ繋がってる、マジかよ、でも聞こえてはいるよね、うん大丈夫そう、おお、よかったです、うん、素晴らしい、あんた雑誌、あんた雑誌、あんたさ、え、ディズニーランドだっけ、いつぞ、いつ完成、新エリア、もう行ける、 C じゃない、 C か、ラプンツェルだよね、そう行きたい、ね、花雪、花雪だっけ、花雪ラプンツェル、もうラプンツェル、花雪とラプンツェルってめっちゃ良くない、行きたい、私が唯一知ってるディズニー確かにあんま見ないよな、美女と野獣あれじゃん、うん、乗りながらストーリー把握したから、あの人誰なんだけど美女と野獣は DVD 借りたわ、幼馴染に、もう一人のコチトラリアルマージャン、何天は45、お世話になりました、今までありがとうございました出ていく準備しとるよ、いやバンバンバン大丈夫、え、どうやってバンすんの、わかんない、わかんないって、ほら誰も分かってないから大丈夫、バンの仕方困っちゃう、君は全方向美少女で、なんだっけ、あ、そうディズニーシー、はい、じゃあ いつ行きたい、いいよ明日行く、明日じゃないえ明日は無理、明日私人生初めてのマツパ、あ、三宅さん、え、そう、感想、え、マツパってさ、うん、化粧していった方がいいの、しないで行かない方がいい、行かない方がいい、落とさなきゃいけなくなる、あー、なるほど、あのね、目がんじがらめにされるから何やられてるか分かんない、なんかめっちゃ、めっちゃ、え、なにこれっていう、すっぴんみたいな感じで言っていいの、全然いいと思うよ、なんかさ、いろいろね、あのまずネットを見ないで自分で想像したの、まず、まあ、しないで行くのがいいなと思ったんだけど、しないで行って、ね、普段どんなメイクされてますかとか聞かれたらちょっと口頭で答えにくいなと思って、だから最初見せた方がいいのかなと思って、カウンセラーみたいな、あ、なんかお嬢様はこういったメイクをされているのでこういう感じのカールのまつげがお似合いだと思いますみたいなのなのかなと思って、じゃしないでいいんですね、うん、要望を伝えれば、あ、なるほど、え、ああいうのがいい、ああいうのがいい、あ、なるほど、壁描いてる音するな猫が、ナチュラル目でお願いします、目の形に合わせて選んでくれる、いい、ああなるほど、うん、あ、じゃあもうそれでいいのか、じゃあすっぴんの状態でお願いしますって言えばいいんだね、天宝、天宝だった、へえ、天宝って読み方だった、天宝、イカ様、え、なに友達なのなんかなんでそんな仲良さそうなのコメント、え、知ってる、え、知らない、知らないよ、なんかでも今までいましたみたいな感じなんだけど子さん、じゃあ子さん、子さんなのかな、子さん、知らないんかい、知らないの、知らないんかい、めっちゃ仲良さそうじゃない、今ね、もちのこのリア友説みたいなのを感じたよ、うん、ワンチャンありえるよね、知らないよ、じゃないよ、知らないんだったらお前ら、二人揃ってあー、結構すごいぞ結構強めの口調だわね、うんうん、君たち、わかんない、うちらはさ女の子だから、あ、ちょっとこれが強すぎるみたいな、うん、感じる、メンズはこういう感じなのかね、かもしれないよ、基本的に、なるほどね、うん、ってことにしたかもしれないよ想像でくさ、何も知らないね、ですわ、メンズですわ、ですな、知らないですわ、ファンシーコートパーカーで、え、今日何の話しようって言ったっけ、いや何も言われてない、なんか企画考えようって、ああ、そういうことか、はい、今週でもどう、企画をいい宣伝しないよ、考えるのを、動画明日、あ、動画は明日上がりますね、パート2まだ全然撮ってないけど、いや全然、パート1だけ適当に落下させときますね、動画若干リアルが映るので注意の動画を、ご視聴は各個人の
いやマジであれ勝手に見たけどめっちゃ良かった。あれ見れるんだね。見れるよ、同じアカウントだから。なるほどね、あれ見れるんだ、あそこに上がっとけば。勝手に見たけど、え、普通に多分好きじゃなくても私ああいう動画見るの好きだったから。なるほどね。そう、うん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 、楽しかった。でもね、編集してって思ったんだけど、うん、ゆりってアホなんだなって思った、うん、あの語彙力がない、うん、何も言ってない。でも全然なんか画角もめっちゃ良かったし、どこにそんな撮影スペースがあったのかなって今思えない。壁にこの机、このニトリの茶色い机を壁にガーって置くやん。で、あの弘中のあれをここにバンって置くやん。でバババって適当に並べて、ここで、うん、ここで撮った。ここで。こっち見てさ、あれどこに撮ったんだ。うちちょっと白い壁がさ、ちょっと見てもらえば分かるなくて、ね、でもよくよく見たら、うん、あの猫の引っ掛け傷がちょっと映ってたんだよね、うん、壁に見た、うん、あ汚いじゃんと思って壁、うんうん、壁がねちょっとね可愛いんですよ、ちょっと猫が引っ掛くのね。ロメンちゃんが今真剣にコメント読んでます。あの読めないんだよね。え、目がちっちゃくて、なんかそう字ちっちゃくない、あなたのスマホ。私のえそんな変わんない。え変わるよ、ほらこっちもちっちゃ、黒いからかな。あーそういうこと、なんか目弱くてさ、明るいと目痛くなっちゃう。こっち白背景だと、うん、これこっちも黒になるんだね。なるよ。へえー、ダンス動画希望ぬ、どうする、キボンヌダンス動画だった。あ、キボンヌってキボンヌなんだと思ったの。キボンヌってなんだろうと思って、私イボンヌって名前のキャラクターが出てくる漫画を今読んでるからさ、そう、うん、普通にキャラクターの名前かと思って誰って思ったらちょっと違かったわ、ごめん。ダンス動画どうする、ダンス動画でも撮る予定だったじゃん。そうね、でももうあれだよ、結局何のダンスを踊るのかっていう、うん、あれ聞いたら何がいいって、あ、何がいいですか、何のダンス、何のダンス、な、何、え歌違う、ダンスで聞けばいいのか。え何のダンスがいいですか。ん、猫ミーム、リボン、リボン、あ、漫画違う、あのね全然な、あれな、何ま、なんていうの、あのさ、ネット漫画なのかな、あれ、え、家庭呼びのやつ、はい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 、はい、漫画異世界転生、猫ミームダンスだって。でん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 ダンス撮って動画作んないといけないよな、あれ、うん、猫ビームダンスやるんだったら素材を作って。猫ビームダンス実写初めて出すやつじゃねえ。確かに確かに、初の初出しではねえな、猫ビームが。ラビットホールか、エイリアン、エイリアンだって、エイリアン、私エイリアン、どういう系のダンス知ってる、あなたの心ダラ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 、知らない、知らなかった、うん、新しいことに挑戦してこうなんて。猫ミームで、とりあえずさ200人行くかもしれないじゃないですか、うん、そろそろ、うん、なんか170くらいじゃなかった、はい179です、180くらいだったわ、179です、増えたね、そろそろ。なんかこのチェックした時より増えたね。でこの前は149だったの、ずっと。おー、でなんか気づいたらブン170みたいに来てて、違う、グラクロだよこの辺、うん、これで違う。私の動画は見られるけど、うんうん、チャンネル登録は一切してもらってないから大丈夫。あ、でもやっぱだからみんな見るんだね、こういうの。見るね、多いの、こういうの界隈の人は、あのこういう現場行って Vlog？ 普通に Vlog は見たくならない、自分が行ったさライブとかの。なるほどね、ライブに行ったことないからさ。あ、そっかそっかそっか、うん、あまりだけど、でも最近 TikTok であの
おしゃれなお金持ちお姉さんたちの爆一日の動画、うん、なんかお店行ってこれ買ってとか美容行ってみたいな見るのは確かに楽しい。でしょ、うん、楽しい、うん、人が金使ってるとこ見んのいいんだよね自分もなんかちょっとね使ってないのにちょっと使った気分になるっていうのと、えめっちゃ可愛いとか、なんか可愛いものを摂取できるのが良いですね。そういうのは見たいんだけどね、うん、女子はやっぱそういうの好きなのかね。あかもね、うん、メンズより何も考えないでポカポカ金使ってるから動画撮れよって話よね。確かにそう、それはそう。私は、うん、グラクロに金使いすぎてるけど動画になるからいいよねって心をやってるせいで余計に多くなってる気がする。やばいね、うん、やばいよ、やばいよ。おたげ、おたげ、おたげ、おたげなら私できる。できるの？おたげのダンスだったら、うん、昔踊ったことある。そうなんだ、難しそう。ちなみにみんな好きかって言ってるけど、私がダンスすごい下手っていうことは頭に入れて考えてあげてね。おこちゃま戦争でもいいね。おこちゃま戦争のダンス見たことないや。花丸よくできました。あ、知ってんじゃん。そこだけ、そこだけ知ってるんだおこちゃま戦争はでもまあ原曲を知ってると覚えやすいかもしれないね。リズムとか分かってるわけじゃん最初に。そうね、歌詞とか。そうね、そうすると頭に入りやすい気はするけど、はい、あれテンポ早いから難しい。じゃあライジングサンで戻る。ライジングサン幼稚園じゃねえや、小学校の時にライジングサン踊らなかったっけ。違うの、青い布か。青い布かえ、踊ったよねその光がここからどこまで踊ったよね広がってく空ライライジンさん何やったね、これやったよね、絶対やったんだけど体が覚えてる。こうやって横にひらひら頑張ってた、可愛かったな、可愛かった、うん。やばい、なんて返さる。うん、スプラの解説出したら伸びそうだって。あの解説、なるほどね、下手くそすぎて解説とかじゃないかも。違う、どうしたらいいんですかっていう動画なら出せるかも。いや、それは私もそう。コーチングしてくださいっていう、教えてくださいみたいな、うん、指示中してください動画だったら下手だからね、ゲームは。うむ、そうなんですよ。塩辛節だって。塩辛節ってなんな、スプラで踊ってるやつなるほどね、いいじゃん。やだ、あ、嫌なんだ、嫌、うん、なんだ。え、男子の神ゆりさんなんじゃ。あ、僕ダンスシーンだった、もしかして。あら、隣にダンスの神が。レッツゴーボーギーボーギーボーギーブーギーブーギーバーバーその指で殺されそう今考えてる人のことすいません、結構近距離にいるんでね結構顔をぶつかりそうだったな、はい、今なら踊れますよね。ポケモン、ポケモン踊る、いいよ別に。ああいうシンプルなやつこそダンスの前下手わかるよな。バーバーでやったらなんか顔がさ、お面が変わるみたいな。おもろい、いいじゃん、撮るか。いいよ、お面買ってこよ。じゃあちなみに尺めっちゃ長いよ。そうなの。うーわ、うん、急にフォルムが可愛くなるやつなの、イラストで。このイラストマジで可愛くない？可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ好きなんだけどマジで。わかる、うん、かりみが強い。マジか。ポケモン。ワン、ツー、スリー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 。ポケモン、ゲットだぜ。デレレ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 。たとえ火の中、水の中、食い気味で来られた。森の中。水の中、草の中、のこのスカートの中。ピカチュウ。え、なんか大変だけど必ずゲットだぜ、ポケモン、ゲットだぜ。イエ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 イ、マサラタウンにさよならバイ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 ちょっと遅れて愛の手入れてくるのやめてくれ狂うわ
なんだっけで。ダンスダンスダンス。じゃあいいよ、ポケモンダンスしよう。イエーイ。もう覚えたもんね、だって。え、覚えた。ブギブギバーバー。そこだけね。うわ。あとスタジオ借りるだけで。オッケー。うん。I say disco, you say disco. なんだっけ ？You say disco, party, party. I say disco, you say party, disco, disco, party, party か。Party, party. Party, party. 今の流行りに乗るんか。やっぱ流行りに乗った方がいいよ。ポケモンの流行りすぎたんじゃないあの曲。そうだね。それはそう。ちょっと前じゃない？いや、ちょっと前。じゃあ流行っなんか最初に出た時は流行ってなかった、うんうんうん、流行らせようとしてたんだけど、うんうん、あの動画さ最近なんか流行ってない、うん、遅れてやっぱやってくるんじゃん、うん、流行っていうのは、うん、NGC もあったら押してください。じゃああれじゃん、着ぐるみさ買ってさ、いいじゃん、ポケモンの。私カビゴンがいい、寝巻きにするわ。ポケモンの着ぐるみって、着ぐるみになってるポケモン限りありそうだな。確かに玄関にしたらなんで？なんとなくなんで？え、なんかポケモンでさ誕生日入れて、ポケモン図鑑に誕生日入れてさ、どのポケモン出るか流行ってたじゃん。流行ってたね。あれやった。やったん？なんだった？チビ恐竜みたいなやつだった。なんだっけ？名前忘れちゃった。あー火吐きますか？わかんない。オレンジですか？忘れた。オレンジじゃない。ポケモンですか？オレンジじゃないリザードンじゃない。 アキネーター始まったからです。あのね、なんだっけ忘れちゃったけど、なんか、うん、進化したら恐竜みたいな見た目になってた。へえ。わかんない。なんだろうね。デデデデンデンデデデン。ライブで踊る。事故が怖いぞ。ライブでは踊らないです。事故が怖いぞ。事故しか起こす自信ないもん、ね、私さ、その明日投稿する動画の撮影してる時に何回スマホ落としたことか、床にちゃんとか、あっって雑音、しかもパンチもしたしね、スマホに。危ない。すいませんって言ってごめんなさい。じゃ真似して動画撮ったんだよ。うんうん。なんか言うことなくて撮ったはいいものの、うん、つまんねえって思って消した。好きなものをみんなに教えたい、うん、布教したいじゃないけど、うん、知ってほしいって撮ったけど、うん、全然どこが好きとか説明しないで、もう本当に可愛い、これめっちゃ可愛くないって。もうやばいんだけど、マジこのビジュ良くない。そう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 。もう好きになっちゃってるから何でもいいわけじゃん、こっちは。だけどみんなはさ知らないわけじゃん。だから何が魅力なのか伝えたいの、伝えられないっていう。分かる。ちょっとバカすぎたね。動画編集してね、うん、なんだこれは。でもよかったよ。思って、あ、ほんと、うん、それはそれはそういう動画が好きだからっていうのがあるんよ多分。まだかちょっとみんなからどうかわかんないけど、ちゃんと漫画とかなんか好きなものを紹介するときはちゃんと一応考えて、漫画で紹介しようかな、喋りたいと思いますね。そう、漫画の紹介したい、したいな、したいんですよ。なんか書いてる、カビゴン好きなんですか？大好きです。好きだよね。だって寝て寝て食って、寝て寝て食ってっていうとこが好き。ちゃんと言えてるじゃん、うん、ちゃんと言えてるよ。いいよ、ノーカット。事故が怖いぞ。今のうちだからできることもあるぞ。へえ。一緒だって、カビゴン。え？ええー。カビゴン、やったー。カビゴンかわいいよね。うちの部屋カビゴンだらけだよね。いや、ちいかわの方が多いよ。え、まあ確かに。でもあのベッド、枕とか、うん、全部カビゴンだった時期があった。うん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 。今は違うけど。うん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 。ちいかわが侵食してきた。ちいかわすごいね。ちいかわでもまあグッズもたくさん出てそうだから。気持ち悪いくらいあるね、今ね、部屋ね。すごい、すごいね。今度うち来る。うん、モニター見てほしいんだよね。あ、そうだ。めっちゃかっこいいよ。あれで見たよ、ストーリーで。ああ。なんかちゃんとね、リアルで見た。4K まで出るから。うん。めっちゃいい。で、ゲーミング PC 欲しくなった。おいくら万円？ 36,000円。おお、あ、でもさ。でも定価5,000、5万円。ああ、安かったの？今、あの、
春のキャンペーンやってるね、いろいろ。私もそれでアマゾンでいっぱい頼んじゃったんで。よかった。なるほどね、うん、なんか無性にモニター欲しくなっちゃって。うん、モニターでも欲しいね。でも私さ、モニターのせる机がちょっとないな。部屋片付けたらもう2段目ってやめる。でも2段だって下で寝てるもん。あの面どうすんの、あの上に乗っかって。そうなんですよね。でも、うん、机を普通のなんか、うん、デスクを買っていいじゃん。もう一個棚を買うとか。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、すっきりしそう。その方がさ収納できそうじゃない、うんうんうん、言うて今2段ベッドの上、人形と服、服が一応季節の違う服がさ入ってんだけど、あの服めちゃくちゃ捨てたのね、断捨離で。うもう私服もなんか今まで何ダルギみたいなのいっぱい持ってたのよ、適当に外出する時用の。でももういらないなと思って、お気に入りのものだけにしようと思って結構処分したから、多分入るのこのクローゼットの中に。確かに収納めっちゃある割には物めっちゃあるの。そうなの、だから私物めっちゃあるのよ、あの本当に。分かる。私もめっちゃ捨てたもん。だから処分しないといけなくて。ちょっとでも減った方じゃない？え、減らした。もっとあったイメージある。だから減らしたんだって。え、う、ら、ん、いじゃん。もうだってドラクエのグッズも3つしかなかったでしょ？うん、私もう10個以上あったからねあれ。もう。なんかコメント欄はコメント欄で会話して。仲良しかよ。何？何？ポケモン？ポケモン。ポケモン私わかんないんだよね。ブラックホワイトと色違い。モルペコだ。モルペコって知ってる？モルペコ、モルペコ知らない。マモルテンっていう、うん、あの YouTuber 実況者なら知ってる、うん、モルテンちゃん多分違うわ。人狼やる子。色違いゾロア。え、ゾロアの色違いって何色になるの？私ゾロア好き。ゾロア可愛いよね。ゾロア好き。ノーマルですか翡翠ですか？両方好きだけど翡翠かな。あ、俺デカ、あ、デカヌちゃんは可愛かった。私ポケモンカード年末に集めたからさ、シャイニートレジャー、シャイニートレジャーに入ってたポケモンはちょっと覚えたよ。シャイニートレジャーって新しいやつ、シーズン、ね、シーズンってかあのカード変わったじゃん。変わったね。一番新しいのじゃない、今出てるやつじゃなくて年末ら辺に出てたやつだ。スペシャルパック、高いやつ。いつもスペシャルパックかな。そう、なんかその年度のあれまとまってるやつって言ったかな。あのちょっと高いけど絶対レアなやつ入ってるやつ。あ、入ってる。1枚は入ってる。 EX が。あの開封動画見てないんだな。開封動画にするべきなくらいめっちゃパック開けたい。そうし、やばいよ。私やらないくせに開封動画めっちゃ見るから開封動画楽しいよね。うん、うん、さあ、何？カビゴンの翡翠の姿ない。え、ない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 でかのちゃん脳筋、あ、だってバカでかハンマーみたいなの持ってるもんね。いいんだよ、脳筋がいいよ。脳筋が、脳筋かわいいもん。で私はパモが良かった。パモかわいいよね。で私パモのぬいぐるみが欲しいんだけどさ。わかる。あの小さいサイズしかも売ってなくて。 UFO キャッチャー、そのサイズ。そう、 UFO キャッチャーにしかないの、ね、パモちゃん。パモいたんだよね。そう、私もこの前そのフュージョンワールドの体験会行った時にゲーセンとかもついてるから、うん、見て、パンもいるやん、でかいやつってなったけど絶対取れないからやんなかった。そうね、うん、外国人の人がめっちゃやってた。 This is パーモって言ってあげればよかったじゃん。わかるだろ、さすがに。さすがにわかるだろ、こっちが教えてもらう側よ多分。めっちゃやってた。パンもかわいい。パンもかわいい。パンもかわいいよ。カードケースの1ページパモで埋めたもん。あれ好き。なんだっけ、ゾロアと、うん、ゾロアってさっき出てきた、出てきた。なんだっけ、あー出てこなくなっちゃった。認知症です。うん、なんか小学校の時ブラックホワイト流行ったじゃん。うん、でさ、ただいまって言ってそのままさゲーム持ってさ、うん、あれあれちゃんち行ってくれってポケモンやりに行ったじゃん。うんうんうん、うん、でなんか交換してさ、獣とかね、動物の森とかね、やってますかね、このポケモン強くしておくからみたいなさ、うん、一旦へ保管してみたいなさ、うん、ルールがあったんだよ、うんうん、預かっとくねって言ったまま私の旅ポケモンになったのがあるそいつらめっちゃ好きになった。奪ったの。
わったの。やってた？そういうの。そんな交換とかあんまやった記憶ないんだよね。嘘。めっちゃ友達ん家行ってやったような記憶があるんだけど。マジ？ポケモンあんま交換した覚えないな。でもやってたっちゃやってた、ね。やってた。ポケモンやってた。ほぼみんなやってたよね。やってた。やってたと思う。すごいよね。すごい。ポケモンってすげえな。あとどうもり？そう、どうもりがは通信すごいしてた記憶ある、ね。めちゃくちゃある。ルカリオが人気ですね。ルカリオはあの、うん、ポケモンのさ、スイッチのゲーム、うん、なんだっけあれ、あの戦う、あ、スマブラ？違うの？なんかあるんだけど、うん、そのゲームでルカリオめっちゃうざいから嫌いになった。出てこないわ。スマブラのルカリオもうざいよ。わ、めっちゃルカリオの使い手ずっとカウンターしてくる。うわ、一生カウンターしてくる。ルカリオってうざいのかもしれない。かわいそう。やめろやめろやめろやめとけ。ルカリオファン殺されるぞ。あ、ねえ、飛んでて危ない危ない。何マジカル交換って知らないんだけど。マジカルバナナって言いながら、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら信号機。え、初めて聞いたそれ。信号機の中で黄色選ぶ人なかなかいないよ。真ん中だから、うん、なるほどね。信号ルカリオ好きなのに。だってルカリオかわいそうに。アルセウスだ。アルセウス、あ、違う、アルセウスはなんだ。アルセウスって伝説のポケモンじゃないの？出てこない。もう何も物が出てこない。調べよう。調べな。スマブラルカリオはダメージもらえばもらうほど火力、あ、そうなんだ、そういう仕様なんだね。なるほど。もうだって、もうなんかもうずっと構えてるんだもん、ルカリオ。なんか行ったら行ったでバコバコボコーンってなるし。スマブラもね、スマブラもね、難しいよね本当に。私できない。ポケモンユナイト、ね、ユナイト聞いたことある。ポケモンユナイト、新しいやつ？これって見せたいけど、なんかこれっていうものがない。なんかこういうやつ。普通のポケモンじゃないの？こいつらで戦ってなんか陣地広げてくれて、でなんかゴールするみたいな。全然違う。なんか通常のポケモンとあれ違うんだ。全然違う。メインストーリーをこう感じじゃなくて、こんな感じで、うん、あー、へー、なるほどね。このルカリオクソうざい。腹立つ。そういうことね。そうなの。ハート飛んでる。誰だ。ありがとう。ハート飛んでる。ハート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 。誰だ。タラ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 。パパパパパパ。あ、パパパパパパ。はい、踊ろうって言ってなかったっけ。今思ったら何事ってなるよね。時間ずれてる。ずれたかもしれない、ね、時空ずれてるってなるよね。ちょっとずれちゃったね。ずれてますね。おかしいね、なんか流行りって早いね。まあ、これは踊ろう。わかった。いつ踊る？もう次のダンス流行っちゃうよ、そろそろ。もうそろじゃん、周期的に。早く踊んないと。なんか、ね、うん、予定がね、出てない。 あ、そうなんだ。写真撮ってくるの忘れた。出てた。あ、そうなの。うわ、頼む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 。通信ケーブルわかるやつ、ここにまだいるのか。わかんない。通信ケーブル、うん、耳にしたことはある気がするけど、ちょっと使ってた覚えはないね。通信ケーブル使ってないね。使ってないね。赤外線あったもんね、うちらは、ね、はい。すれ違い通信してたもんな。してたね。もう耳こうやってガッてなんかね、振ってたな。振って意味あるのか知らんけど、多分ねえよな。振ってもコイン貯めて。あ、コイン出んのか。そっか、あれ歩いてみたいな歩数であれだったね。
あの 3DS のなあれな何の忘れた頃にやってくるのがいいね。なるほどね。ここでみんなの流行を取り戻す、思い出すか、みんなの思い出を。カムバック、カムバック。とりあえずやりましょう。うん。で送ってもらった？あ、ね、聞いてみた。聞いてみた。あ、これもう一個あげるよ。先週あげたやつ。え、横綱に飛んできて。え、流れてる二人。ありがとうございます。二人？誰かフォローしてくれたの？ありがとう。やった。嬉しいね。嬉しいね。キリが良くなってちょっと気分がいいわ。あ、いい。キリいいの？キューだとさ。キュー嫌なの。もう一個上がれって感じ。イライラしちゃう。ん？そう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 。なんて、なんてゲームボーイ。アドバンスくらいの頃まで使ってたの、使ってたの、使ってたのよな。ゲームボーイアドバンス知らないね。聞いたことある。ゲームボーイうちにあったけど、あれは何のゲームボーイなんだろう。トイレがさ、うん、パンチコメ反対ってさ、うん、ここにコメントしてるんだよね。おもろい。なんでそんなことが。なんでなんだろうってずっと。どうやったらずれるんだろうね。こっちじゃねって思って、うん、なんか後で返信しとき。なんなんま、なんなんま、コメント来てる。でもこっちにもトイレコメントし、あ、こっちは違うやつだ。アンチのやつじゃない方だ。そうそうそう、私が発狂してるだけのやつだ。そう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 。 TikTok コメント、ん、何何、こんばんは、こんばんは、こんばんは。えらい、もちのこちゃんと挨拶して、んん、あ、よくもちのくより挨拶遅くなるとこだったわ。え、こんばんは。ゆりさんの知り合い？うん。私は、うん、本当に食品の君よ。本当に食品さんだよ。クック、カムカムバーガーが。どうする？ジャパンハップフェオ。桜餅のガルロメンです。桜餅のゆりです。ピンクの方です。こんにちは。今クッキーを食べてます。はい、私は1時間経ってちょっと眠気が覚めてきました。あ、よかった、はい、喋ってるとさ眠気ってさ、うん、それってくる。そうだね、だんだん喋んない方がいいかもね。今ね口もぐもぐしてね、もぐもぐしてるからね。え、嬉しいね。なんでだろう。なんでだろうって言ったらあかんか。うん、リンネの佇まいはもう初見じゃないから、うん、初見の感じがさ、うん、あのところに見るなのがさ、うん、ちょっと読み方迷うね。それな、惑わされたよね、めちゃくちゃ、うん、ええみたいな。あんこの部分です。そうです。そういえばファンネームあんこにしようとか決めといてさ、何もね、何もね、そういえば名乗ってる人いないべ。今ここにいるのはあんこです。君たちはあんこですとめっちゃ可愛い声の2人で死んでいますだって。いや、ありがとうございます。じゃあ生き返らせて、呪文をどうぞ。 3,2,1 メタモルフォーゼ。メタモルフォーゼってあれやろ、プリキュア。わかんない。え、プリキュアの歌でさ、メタモルフォーゼっていうのあるべ。5くらいであるべ、言うべ。ちょ、言うよお前。ドラクエの呪文してよ。あ、ザオラル、わかんない。でもさ、どう唱えるんだろうね、わかんない。あの、どういう感じで言うのかちょっとわかんなくない？てか、うちらの声かわいいか。うーん、かわいいよ。かわいい、うん、かわいい、かわいいよ。あ、ザラキとか言って殺してるやつおる。死なせないでね。復活の呪文を唱えて。可愛い声の中に僕って入ってますか？入ってないです。誰僕って？うん、僕もちの子。入ってないです。もちは、でももちの子、もちの子もでもまあ可愛い説まだ捨てきれないよ。私聞いたことあるよ、エリアムで。多分。マジ？え、多分配信。じゃあ私だけが知らないらしいわ、もちの子。まだ、でも忘れた。忘れた。一番ひどいやついる。聞いといて忘れてるやついるぞ、ここに。最低だな。私は一度聞いたら忘れないからね、絶対に。絶対忘れるでしょ。覚えてる？人の記憶力のもんに覚えてるよ。覚えてる、多分。じゃあ物語にして立つの。
モノマネと覚えてるは違くない？むずいな。なんかモノマネできる？モノマネできないんだよね。わかる。練習したよね。そういうこと？うん、なんかそもそもまずモノマネする前にさ、うん、若干似てるもののを極めるのかな、それともゼロから似せていくのかな、モノマネしてる人って。でもモノマネできる人っていろんなパターン上手くない？普通に座るの飽きちゃった。才能なのかな。才能なんじゃない？なんか無理な観察できる能力。あ、なるほどね。だって自分で自分の声どうやって発声されてるかもよく分かってないやつがさ、声真似できると思わないんだよね。たまにさ、みんなメンタル安定するコメント打ってくれるんだよね。声可愛いですよ。よかった、ね、確かに。ありがとう。大体褒めてもらえるよね。確かに。確かにまだアンチでさ、うん、言われたことないよね。お便りの声ブース言われたことなくない？前の母ちゃんデビュー。結局さ、なんかアンチコメ来てたよって話になったんだけど、傷つくアンチコメって聞いたことないよね。今から晒す？あれをアンチと呼んでいいのか分かんないけど。だから、ね、もう忘れちゃった私。こんな演出も分かってないやつが課金しても強くならない。読むのかって言われたんですけど、私の嫌なんかアンチポイントは、うんうん、分かってないやつのやつだね。あ、なるほどね、うん、やつって言ってきた。私はなんかバカにしてんのか。いや、まあバカにはされてると思う、うん、この人の価値観的に強いが一番なんだと思う。こいつは課金してないんだろうな。あー、なんかこういうこと言わない方がいい。まあなんか多分このコメントをした人は強いが正義だと思ってるタイプだと思う。強くないと意味がないと思ってるタイプだと思うんですけど、私はゲームに求めてるのは強さオンリーじゃなくて、例えば美女が良いとかキャラが好きだとか、うん、そういうとこを重要視してるので、この人の価値観と合わなかったなーっていう感じで心にはあんまり来ないですね。さよならっていう感じですね。あ、持ちの子に返信しとくけど、うん、神と知ってるよとだけは言っとくか。ヒナーノの彼氏も知ってるって。ロメンさん、ヒナーノの家には知らない彼氏。カミトとヒナーノは演出わからないなら結果出るまで楽しめ。そうなの、それは、ね、パチンコで演出わからないみたいな言ってるのと一緒だよね多分ね。確定演出わかんねえのに1万も2万も使ってんじゃねえよみたいな、うん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 、いや逆に楽しめるってことだよ演出を。確かにそれはそう、うん、それは思った。でもね、いやそうなんだよ。でも本当にまだ分かってなくて、うん、なんかクソ雑魚演出なのに SSR 出る時とかあって、あ、確かに、ね、分かんないんだよね。え、君たち分かるの？これお前絶対スキップして飛ばしただろうみたいな、うんうんうん、まあまあまあ、でも知らない方が確かに楽しいですね。盛り上がりますね。じゃあ配信するとして、あ、これもう雑魚なんで飛ばしますって言って全部飛ばされたら視聴者は楽しいのかっていうと楽しくないですよね。演出わからないな、結果が出るまで楽しい。あ、読んだこれ。読んだ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 。そうタイムスリップした。それは思いますね。ミートやね、神谷さんの声真似。神谷さんって誰？神谷さんは結構人気の声優さんのことじゃないかな。スシローで言ってる人？神谷さんスシローなんだ。まもなくまずは参りますみたいな声優さんが出てたまに。ごめん、 CM わかんねえわ。ゲームに何を求めるか。スシロー、スシローじゃないの。スシロー。やばい、出てこない。ゲームに何を求めるか、いかに楽しめるか。パチンコに確定演出はありません。そうなんだ。ないんだけど。あ、そうなんだ。なんか 50% とか何%とか。ああ、確率で、うん、でもまあ確定って言うじゃん。チャンスみたいな感じ。そうそうそう。パチンコさ、確定って言うじゃん。なるほどね。風吹いてきたり、ハンドルが震えたりとか。なるほど、なるほど。あるんだよ。そういうことね。赤保留、青保留。わかんない。でもさ、全てを知っちまったら人生つまらないと思わないか？つまんないじゃん。な、ワクワクする方がさ、だからそいつのはガチャつまんねんだなって思ったよ。せっかく無課金で貯めて引いたガチャも一瞬で終わるんだなと思ったら悲しくなったよ。
Y の方が人生楽しい。うんうん、演出見てくれないのは演出家からしたらこれ以上ない俗よな。確かに演出すべて見る人、私もまあでも飛ばす時もありますよ、ガチャとか。あもってなるけど、でも演出見るのは楽しいし盛り上がるから良いと思いますと思いましたね。あんまりねこういうとこでね言うとね炎上するよ。食ってるわクッキー、隣の人クッキー食ってます。演出って一緒じゃん、一緒なの。レスバ始まる、レスバ始まる、毎回毎回一緒じゃんって話。毎回同じものを見るでしょって毎回。うーん、一回見たらまあね、うん、ってことね。私はスキップするけど。え、ガチャでってこと。いや、あの何回も見せたら、うん、私はガチャ引かない。そうね、私はグラクロのガチャをスキップしにくい理由は、スキップすると演出だけじゃなくて最後のキャラ表示も全部スキップされちゃう。だからもうキャラが全部バッって出てくるみたいな、つまらなすぎん。うん、1個ずつ砕きたいやん、シュワーンって。っていうのでなかなかスキップできない、ね。簡単に。イエーイ。北海道ミルククッキー。イエーイ。イエーイ。せっかくだってあるじゃん。最後まで諦めんなよ。え、そう、でもなんか本当に最初見て、ああこれ絶対カスだと思ってたのに、謎に SSR 出る時とかは確かにある。からそのか、それがよく分かってなくて。で、みんなこれ分かってるんだ、天才だなと思って。こんなカス演出で SSR 出るの分かるんだなって。ってあのコメントを見て思ったけど、まあ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 、あ、甘神の表現って何。炎上を恐れてビクビクしすぎな、自分で外出てみろ。甘神の表現わかんない、こういうセリフがあるんですか。クズハが出てきた。クズハ、あ、クズハ知らない、見ることある。ん？クズハのことかな。その人のセリフ？ね、ドゥンテ、ドゥンテ、ドゥンテ。ネタらしいよ、ネタ。じゃあ言ったんじゃん。言ってるか。2時3時？うん。2時3時だって。2時3時のクズハさん。だってラップバトルですね。だってラップバトル、ラップバトルでこれが出てきたんだ。甘神の狂犬って言われてんだ、クズハって。狂犬だけど甘神なんだ。赤ちゃんだから、ね、かわいいね。へえ、ちょっとめっちゃ気になるな、そのラップバトルらしいよ。クワとモチさん、ごめんね、全然わかんないね。ちょっとこう後で見よう。原神やんないの。うん、できない、容量がなくてベックが足りない。パソコンにもあるんじゃない。だから足りない、足りない。原神をやるスペックが足りないの。あ、そういうこと。だからみんなゲーミング PC で原神やんの。そう、だからゲーミング PC 買わなきゃってずっと言ってんの。ゲーミング PC 買いに行かない。買いに行ってもいいんだけど、金はまず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 金ないけど。直近の話じゃなくて、うん、自作しない、一緒に。え、作るの。だって安く済む。そうだね、言ってた。モンプチとかが言って。あ、本当？違う、誰だ、カニカニかな、誰かが作ったやつで使ってるって、作りたいんだけど、うん、ちょっと、ね、じゃあ ロメンのやつ作るか一緒に。いや、2人でさ、何何何、自分の分作ろうよ。私は買うけど。え、いや、いやだ。作ろうよ。いや、いやだ。楽しそうじゃん。買いたい。いや、ロメンが制作してるのを動画にしようよ。作ろうよ。ずっと調べてたもん、PC 作りたすぎて。
っちゃ今日調べて動画見てた。頑張って作ろうよ一緒に。欲しいけど。でもまずはちょっとさ、マジ Windows ん、Mac でゲームできないのがストレスすぎて。それはまあそうね。スカイもパソコン始まるのに Mac 対応しなかった。あ、ほんと。あ、よかったらスカイやってみてください。やっぱ Windows だね、パソコンは。本当にそう思う、うん、なんで Mac にしたんだろう。リスナーからお金貢いでもらってパソコン買いましょう。それがリスナーから出る言葉だとは思えない。お前もリスナーなんよっていうね。え、あれあれやったらなんか募金募るやつみたいなのあるじゃん。なんだっけあれ。あれはさ、うん、クラウドファンディング。あ、そう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 、あの目標がないとダメだよ。え、クラウドファンディングでゲーミング PC を買って有名配信者になる。それ一生有名配信者になるまで頑張り続けないといけない。そうなんだ。なんか制約がでかいんだ。ゲーセンに出てくるキャラクターは神谷さんだって。ゲーセン、原神。あ、原神。私ね、銀魂で、ね、銀魂のキャラクターで言ってもらわないと声優さんわかんないんだよね。神谷さんって銀魂出てますか。銀さんじゃなくて金さんだったかもしれない。コードネーム2434社畜。社畜って人知ってる。うん、めっちゃモブ顔の VTuber がいるの。モブ顔言うなよお前。人にクズハン持ちのラップバトルをちょっと後で見る。モブ顔 YouTuber って何。なかなかモブ顔ってネット界隈で強いワードじゃない。社畜。なんか二次三次のリスナーが多い。で、そう、私も神谷さんって言えばリヴァイ兵長っていうイメージなんだよね。心臓を捧げろって言う人。それエルヴィンじゃない。あ、パーンはリヴァイ兵長あれだよ。パーン、え、パン、パーン。何それ。やるじゃんパーンって。何その、わかんない。リヴァイ兵長あれだよ、あの人類最強の男。わかんない。髪の毛がここ刈られてて二刀流、二刀流、みんな二刀流だ。ゾロも二刀流で、ね、さ逆持ちの、え、リヴァイ見たことないんだよね。リヴァイ兵長わかんないのか。あ、この人で、そちらの世代だったらリヴァイがわかる。モブ顔。これモブ顔なんだ。モブ顔。なるほど、なるほどね。あ、こういう人がいるんだ。社畜じゃねえ、あのヤシロ。社畜じゃないよって言われてる。ヤシロ気づく。ヤシロ気づく。あんま名前呼ばないから分かんなかった。この人めっちゃゲーム音ゲーがうまいんだよ。音ゲーすごいよね。うん、ちょっと伝わらないと思うけど、そのね、音ゲーのすごさがね。それだった。何の話してたっけ。パソコン。え、そこまで戻った。リヴァイ兵長。あ、そう。え、本当に多分パンはね、あなたから教えてもらった。マジ。じゃあ、うん、私その記憶失ったってこと。早ない。パンと心臓捧げを忘れてる。10年くらい記憶失ってる。携帯探した今。携帯探した。ちょっとやめて、こういうこと言うの。ちょっと早すぎるかも。やめた。今流行ってんのよ、ね、リバプールじゃないよ。東京リバプール。リバプールじゃないよ。だからリバプール、なんでリバプールに。リヴァイ。え、リヴァイってこうじゃないの。経験してる白い人いなかったっけ。え、ほらこの人。ああ、見たことある。なんとなく、ま、前にいる人だよね、よく。ごめん忘れて。前にいる人。経験してる白い人ってなんだ。定定って知ってる。定定してる白い人。定定って知ってる。定定なんか尊いみたいな感じじゃないの。知ってた知ってた。白い人って何。うん、こんばんは。ええリヴァイ見てる間に何が起こった。ちょっと急に。ちゃんとちゃんと携帯で見てるからな今コメント。残念だったの。あー、何これ。何、何、やだ、どうすんのこれ。
何何これ、なんでなんで、なんでよ、携帯長携帯長笑うんじゃない、人の携帯の長さを、うるさいよ、すごいね、画面これ全部入るんだね、横で、画面全画面とコメント見れるんだ、確かにこれ便利だね、ちょっと便利な機能見つけちゃったよ、私も見れる、ほんとだ、なんだ、私の方が画面でかいよ、でもさ、やっぱ思うんだけどさ、私のスマホで見ると色違うんだよね、なんか汚くない、え、そっちの方が綺麗だよ、え、そう、なんか色が汚くなるんだよ、寒色が強く感じない、うん、私暖色が強い、うん、寒色強い方が好きなの、私、うん、私暖色が強い方が好きだから汚いと思うのか、だからこっちの方が綺麗だなって思う、なるほどね、うん、こっちの方がいいけどな、私あとめっちゃ暗い、なるほどね、うん、関係あんのかな、ラリララ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 ラ、今最高にカッコつけたい気分なんだよ、わかるだろリヴァイ、私の番が来た、やな、闇鍋のマスタークリア、闇鍋やってんの、もちの子、ん、闇鍋っていうゲームは、え、あー、ちょっと、なにこれ、うん、あ、違ったわ、あれ、え、これどうやって曲だった、こうか、あ、戻れたわ、闇鍋っていう曲があったらしい、曲、うん、こう闇鍋、こういう、うーん、プロセカ、うーん、プロセカ知らないんだよね、初見詐欺やめろ、やべ、我々は監視されているっていうことか、その日前には思い出した、バタラの中で知られてる人の詐欺、対処してよ、え、何、進撃の巨人の話、うん、漫画全巻あるんだけど私読んでないんだよね、え、読破してないんだよね、アニメを、アニメも見てない、あれ調べんのじゃ、知ってるけど結末は知ってるけど細かい話読んでない、え、なんか誰か死ぬんだよね、でも結局ね、うん、食われてね、それは知ってる、食われて巨人に、うん、まあ大体死んだんじゃん、うんなんかオープニングが気持ち悪くて嫌いなんだよね、あー、オープニングめっちゃアニメの技術高いって評判だったけどね、なんていうの、黒くて気持ち悪くて、なるほどね、なるほどね、巨人が無理ってことか、もう、そうそうそう、まああれはなかなか、まあグロかったんちゃう、グロいよね、うんうんうん、なんかグロいの好きな人に言ってしまえば、うんうん、赤ちゃんレベルなんだろうけど、あ、まあまあそうだね、うん、私も人の手にさ注射が刺さっているのを見るのも無理なの、うん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 、なるほどね、自分ももちろん無理だけど、うん、お、初見来たよ、あ、初見さんだあ、初見さんじゃん、ザガラムチのゆりやん、ゆりです、え、お前もあ、ゆり二人で今日やってます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、好きなものはマカロンです、好きなものはロンカロンです、ロンカロン何初めて聞いたわ、何ねロンカロンって、わかんない、わからんない回、カヌレ飽きた、飽きたの、飽きた、私はそう、あ、味変わったから食べない方がいいよ今、マジ、うん、食べなきゃなって思ってた、そうセブンに行くことがなくて、やめな、なんかさセブンってさ美味しいのにさ、なんかリニューアルしてまずくだって出してくるよね、そう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 、なんであのバカみたいなリニューアルするんだよね本当にそのままでいてくれっていつも思う、ゆりかける2、2人のゆりさんよろしくお願いします、2人合わせてゆり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 キャンプ始まっちゃいそう、元初見です、え、もう40分も経った、え、マジ本当に7時8時今もう8時半だって、やばくない、今日ちょんと7時ちょい過ぎくらいに始められたよね、うん、もう1時間半喋ってるらしいわ、喋ってたか分かんないけど喋った、今日なんか内容な企画ダンスいやでもダンスは決めたじゃんポケモン、うん、でも150人記念してないよ、あ、そっか、だから150人は、うん、150人はなんか食べるみたいな、
あ、とか、なんかゲーム動画撮ればなって。ちゃんと。ちゃんとっていうか。来週の枠をさ、ゲーム配信、うん。来週の枠をゲーム配信する。うん。何のゲームする？何する？マリオカートする？いいよ。そしたらさ、うちじゃない方がいいね。確かに。確かに大丈夫なの家。みんないる。みんないた。この時間はダメかも。そうだよね、うん、録画だからゲームするのはやっぱ録画で流さないと、うん、録画して一緒に見るラジオで、うん、ジョッキって何？ジョッキ？ビールじゃん、うん、え、知らんけど秋ネーターやりたい。秋ネーターいいよ。いつ？記念配信？うん、秋ネーターって何、あのスマホでやるやつ？いや、じゃなくて TikTok とかでやってるさ、こっちにこうやって画面見せといてさ、そうはい、いいえみたいな。配信でやろうよ。いいよ。秋ネーターにしよう。じゃあ来週の配信。オッケー。ちょっと構想練ろう。ねちょねちょしよう。いやだ。え、なんで？ねちょねちょしない。じゃあどうするの？だってあの。サラサラする。サラサラ。うん。ねちょねちょしない。サラサラサ。書きやすい。サラサラサ。今できるやん。今できるって。うん、できる。え、おめでとうって。アキネーターじゃない？ハッピーハッピー。あ、アキネーターを？うちの子落ちる。バイバイ。またね。ハッピー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 。またねして、もちの子に。またね、もちの子。じゃあね。また聞いてね。なんかおばあちゃんの声かな。ゲフゲフ。あ、ババアに見えたわ。バイバーイだった。バイバー。え、バイバー。誰、おばあちゃんの声。あ、リスナー参加型しようよ、だって。あー、リスナー参加がそうだ、それ言ってたじゃん。え、ちょっと考えた。昔のインターネットみたいなことしていい？何？うちらが話してんじゃん、うん、でディスコで一人ビボンってさ、うん、視聴者上がってきてもらってさ、うんうん、質問して会話する配信とか。あ、通話で？そうそれ声出しできる人じゃないとダメだけど、うん、それで会話する。イデアムやってる人なら出れる。あー、確かに確かに、配信してるもんね。なんで見始めてくれたんですか？とか。それはこっちから向こうへの質問だけど、それだといいんですか？あ、確かに、そっちからこっちでもいいのか。うん、うん、例えばだからマジマロ募集みたいな感じの雰囲気で質問をしてもらうみたいな、うん、視聴者と対話してみる。150人記念で。うん、でもありじゃない、記念だから。記念だもんね。記念で、しかもなんかずっと押してくれてるっていうか、うんうんうん、あのしっかりねコメントもして動画も見てみたいな感じの人たちだから、うん、あのサーバーにいる人たちで、うん、上がりたいっていう人がいれば、いれば、まあ、いない可能性はある、うん、それはあるね。でもまあ配信者2人いるから、まずそもそも、そうあ、タッツン別に入れてなかった、ゆきちゃんいるから、ゆきちゃんと会話したら楽しい。都合どうですかって聞いて、うん、出演してもらって、まあ、出演してくれた人のは宣伝してあげればいいんじゃない。こっちからお礼として、これぜひ見てくださいみたいに言って。150人記念、視聴者の人と会話してみた初めて会話してみた面白そう。おもろいな、おもろいな、おもろいね。リスナー任せじゃねって校長が。あー、待って、もうリスナーの質問次第でどんくらい深い話ができるかとか、なんかなんで見始めてくれたんですかとか、そういう話はコメントで書いてくれてはいたけど、ちゃんと聞きたいかも。なるほどね。こっちからじゃあ質問するってことね、うん、あ、こっちから質問して答えさせて、あ、そうなんですねみたいな。なるほどね。なんか質問ありますかって聞いて、うん1個答えたらじゃあバイバイ最悪。でもそう、
そうリスナーの責任重いね確かに。だからそのリスナーの人の会話力とか言語化の能力値によってどういう配信になるかはまあ変わってはくる。かもマシュマロ配信でも全然、まあそうね、マシュマロで募集しといて、ね、質問に答えていくとかでもまあありかなとかは。200人いった時にあれば。何を？視聴者とつまち配信、うん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 、200人いったら、うん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 、で何層さん150人マシュマロにする？いいんじゃない？150人、じゃあマシュマロ募集してみて。来週やれるんだっけ？できる。私は桜餅のトーク力そこなんですよ。で私最近気づいた自分の何え、だからさっきも動画で言ったじゃん、自分の喋ってることに中身がなさすぎて。うちらって本当に何も中身はないけど、何もない、マシンガントークだから何もないけど楽しんではいる、うん、楽しいからいいんじゃない、うん、楽しい、自分たちは楽しいけど第三者目線で動画編集で聞いてたら楽しいって思わない人が誰もいなかったら視聴者はいない。いやまあそうか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 、うん、あいや今日もよくわかんないこと言ってるなくらいでね、うん、まあ、聞いててくれれば良いということですね、うん、じゃマシュマロをツイッターの方で募集させていただきますので、うん、たくさんマシュマロに答えていただいてね、それでマシュマロに返信して、返信しつつ、じゃあなんかお菓子用意するね、うん、たくさんなんか買いに行こうよ一緒に。そうだね、うん、じゃあ買いに行く Vlog 撮りましょう。そこだったらなんかよくないよバレんの？スーパーとかも分かっちゃうのかな？よくないよくない、分かるのか、分かんだ。じゃあ買ったものだけ紹介しよう。なんか遠出したらさ一緒に Vlog 撮る。まあまあそうだね、確かに遠出する予定ないから、うん、近場のスーパー行こうとしてたわ。そうなんだよね、スーパーかな、お菓子安いの、うん、コンビニは高いよね。あとね、なんて呼べばいいんだっけ、ケイ&リンネでいいの？リンネでいいよ。リンネさん、リンネでいいよ。でもね、リンネさんっていう VTuber いるの知ってる？知らない。たまにリスナー置いてきぼりやけどねって言ってる。まあこれはラジオだから、ラジオだから許して、ちょんまげ。リンリンさんじゃないの？だってリンネさん、独身貴族リンネ。わらわリンネじゃっていう人狼やる人、うん、へえ、そう人狼ね。おすすめだよみんな、登録しな、リンネさん。だってよ、あ K でいいよ。だってリンネは嫁のやしだって。リンネは嫁、お嫁さんの名前だったわ、うん、K だった。え、お嫁さんの可能性ある？リンネさんが。そういうことですか？もしかしてお嫁さん YouTuber だってしますか？リンネちゃんがまさかのお嫁さん？キャオキャオ。K はね、羊飼い K っていうね、人狼の人。全部つなげんの。ママちゃん夫婦で人狼やってる説もあるよ。ですって言わなきゃいけなくなっちゃうから。なのでないです。あ、してきました。あ、してよかったね。ファンですって言わなくて済みそうです。ですが列なのよね。慣れてきてるじゃん。ないです。ですって言ったよね今。はい、嫁は機械弱いはないよ。うちの母親も機械弱いですね。リンリンさん、リンリンさんって誰？知らん。リンリンじゃん。パンダ、パンダ、パンダなくなっちゃったみたいだね。パンダコパンダコパンダ、え、じゃパンダコパンダ歌ったらナイス知らないんだけどって言われたんだけど。誰はダメか、誰？え、マルチャビに、うん、歌ったら、え、何それって言われたんだけど、すごい勢いで、え、って言って全部歌ってあげた。え、みんなパンダコパンダ知ってるよね。え、知ってるんでしょみんな。知らない人いるんだ。パンダコパンダめっちゃ車で見てたような DVD。パンダコパンダコパンダって。パンダコパンダコパンダテテ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 テ
ちょっと見た。見た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 。声なくても見たいって思うもん。ゲームいいんじゃない？好きだったら。スプラとかは別にいいんじゃない？いいのかな？動きが結構あるから。うん、いいんじゃないかな。確かにドラクエの無音はもうそのまま垂れ流しだもんね。うんうんうん。スプラって無音でもいいのかなって。ドラクエはそうだね。エンドコンテンツとかやんないとだから。まあなんかゲームの特性上バトル系は大丈夫だと思うけど、あの声入れてるとさ、でもまあさすがに無音は知らない人の配信は見ようと思わないから、ね、まあもともといるフォロワーとかでそもそもの路面を知ってる人だったらこういう感じでやってんだろうなみたいな感じで見るんじゃないかな。めっちゃ私態度悪くなるよ、待ってて、マジマイなんだよ。なるほどね、なるほどね、なるほどね。すごくないな。まあ字面ならまだね。そうそうそう、うん、いいんだけど。確かに確かに。それは集中して黙り始めちゃうから。いやそうね、それがある。そうなのよ、難しいコンテンツやると集中しないと。だから喋、ね、ったり解説する余裕がなくなるから初見向けじゃなくなっちゃうんよなっていうのはあるね。ちょっと待って、こう、うん、そう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 、ロメンさんの彼氏も機械弱々でしたよね。そうですよね。誰だっけ、はい、なんかあったよねそういうくだり。え、違う、元カノに声が似てるって言われてチピチャパに。うん、チピチャパって誰だっけ。なんか猫ミームのアイコンの、あ最近なんだ、すぐ見つごうとしてすぐあのスパチャ送ろうとしてくるやつ。まだ収益化してねえぞ、してそう、してないのでできませんってごめんなさいっていう。スパチャできないのってできないんですよね、彼氏が、ロメンの彼氏がこの笑い方見たことないんだけど、ちょっとやめて、なんか見たことない発作起きてるからちょっとやめてください。笑えなくなる冗談でも笑えなくなる、笑えなくなってくる、うん、そうですやめてあげてください。ゆりさんの彼氏さんは機械絶滅です。あ、そうですね、ゆりの彼氏さんは、まあ、そうですね、多分そうだと思います。はい、そうですね、はい、うん、はい、私よりはほとんどの人類が機械強いんじゃないですかね。まあ弱いもんね、あなたね。うん、結構ね。うん。私も全然そんな強いわけじゃないけど、勉強しながらやってる。うんうんうん。悲しくなること言ってごめんなさいとか言ってきたこいつ。まあ許さねえよ。まあ許さないからね。そういうこと言ってると。右パンチ。あ、右パンチだそうです。水で飲みな。ちゃんと毎日飲んでるよ。水で飲みな。これで飲むのかと思って今さすがに、ね、開けた。まあですね、なんかゲームはしたいね。ね、TRPG とか興味ない？知らない。感情移入得意？苦手？感情移入しすぎちゃう。わかる、うちも。だから言ったじゃん、今日自分の自キャラに感情移入しすぎて号泣してたってストーリー。それでもさ、見るんでしょ、うん、やるんでしょ、ストーリーを。うん、ストーリーだって大好きだもん。私好きだけど、うん、移入しすぎて泣きすぎて疲れるから見ない。なるほどね、疲れるから。いやね、強いんだよ主人公。あ、強いな、すぐ顔を上げて、って謎の、うん、主観と第三者目線を入り混じりながらストーリーを閲覧しております。私じゃあいける、 TRPG。 TRPG いける。 TRPG って何っていう動画送っとくよじゃあなるほど、勉強ね、うん、はい、やろうよ。宿題来ました、やろうよ。いいですよ。どうやってやるんですか。キャラクターが与えられるの、うん、その人に、うん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 、あなたのキャラクターこうですって言われて、言ってたやつ、死ぬやつ。そう、なんか死ぬやつ。いや、わかんない、人が死にましたって言われて、うんうん、で自分が犯人かどうかわからないんだよ、そのキャラクターなりきって。でも途中までは覚えてるの。犯人かわからない殺人犯の時あるの。そうだから自分で推理して
俺は殺してないよなとか思って、途中であなたは殺してましたみたいな意味わかんないやつが来て、あなた次第でどう最後までストーリーを進めるか決めれますみたいな、自分で選んでって、このキャラだったらこうやって選ぶだろうなっていうのを選んで最後のエンディングまで迎えるみたいな。あーなるほど、このキャラだったらっていう、自分のあれで、自分のあれで選べないんだね。そう、そのキャラになりきって演じるって推理して、キャラは与えられるんだ、自分でどういうキャラになるかとかじゃなくて。なるほどね、そういう感情移入か。それ感情移入っていうか、それはちょっと違うな。まあでも感動はするはず。感情移入っていうよりは、まあ、なりきらないといけないとか、なりきりね。そうそうそう、ありましたね、なりきりとか。なるほどね、うん、大丈夫かな。私最近すごいさ、うん、ゆりって前から思ってたけどさ、結構アホだよね言われるんですよ、うん、大丈夫ですか。初心者でやろうよ大丈夫、めっちゃ初心者で募集して。なるほど、そか、募集してやらないといけないんだ。そう、数人でやる、2人のやつもあるか。でも GM 用意しなきゃいけない。何 GM って。あの司会進行。あーなるほど、あの人にやってもらう。3人目。いいじゃん、うまそう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 、やろうよ。いいね、うん、コメント読んでないわ。いいよ。え、どっこいしょいるよ。ほんとだ、ずっとコメント開いてた。どっこいしょーよー、いっしょー、来ました。星星星星が変換されなかったってことですか。来ましたってことですかね、どっこいしょさん、おそらく。ええ、また来たよ。ヤグモ、ヤクモくんじゃない。ヤクモか、ヤクモくん久しぶり。確かに久しぶりか。でも言うてね、前回来てないだけでさ、からヤクモくん多分配信1回分しか入ってないですねあのでもそっか、1ヶ月は空いたんだよな。前回の配信が1ヶ月以上空いてたから。そうだね、確かに久しぶりですね。久しぶり、みんな来た。みんな来た、ね、9時なんで。ちょっと早すぎんだな、毎回この話しちゃう。しょうがないんだよな、ちょっとしょうがない。もう眠いし。確かに、うん、寝たいね。寝たいしね、うん、私たちが元気な時間が7時9時そう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 夜型っちゃ夜型だけど、元気な時間はね、うん、まあそうね、そうね。明日も予定あるし、うん、明日私夏パン。あー、えっ、なんかさ、うん、ごめん、みんな喉鳴っちゃった。みんなさ、うん、みんなさじゃない主語間違えた、ごめん、主語間違えたの。松葉さ、うん、みんなごめん、みんなじゃねえわ、みんなに松、あの、なんもさ、うん、本当のすっぴんの方がいい。化粧下地とか眉毛とかなんもやんないで。私は外に出るからしたけど、うん、そうだよね。別に予定ではチャリを爆走する予定。別にいいんじゃない。じゃあ何もなくていいのか。まつげやってもらうだけ。まつげだけ、うん、とりあえず美容院で髪切ってもらうだけみたいな。眉毛は、なるほど、美容、あ、切ったよ。え、あ、染めたよ。あっけど、え、待って、本当は短結構短くなったでしょ、うん、15、20センチくらい切ってもらって短くした。遊べた。あ、明るくなってる。そっか、真っ黒だったもんね。下はさ、染まんなかった。あ、染まんなかったんだ。黒染めしてるから、ここら辺とか無理だった。そっか、色入れてて暗くしてたのか。そう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 、だからか。なるほどね、ちょっとヤンキーみたいになってきたこっからどんどん明るくなってく、アハ体験みたいに。気づいたら真っピンクかもしれない。やだ、ゆりさんはアホなんじゃって来てるけど。え、エリさんはでも天才だよね。天才的な。はい、どうです、まあ、よいしょ。住んだチャリで走り出す。住んだチャリで走り出す。うん、バイクじゃなくてチャリでね。知ってるのか。よかった。チャリでね、一応そこはね。いや、あ、バイクは無理か。原付だったら。ブン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 。天才だよ。ブン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 。あ、そうで、 TRPG の文字読むから、うん、演技しなきゃいけない。あ、
文字を読む、うん、演技コメントセリフとかそういうこと。そうじゃあ天才だよみたいなことですか。そう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 難しいなあざと難しいな。多分天才だ多分。いや天才だよ。みんな何言ってんの。そっと出た瞬間めっちゃ耳キンってした。最近風強くない。強い。本当に吹っ飛ばされるかと思ったの。え違うガチガチガチ。えあのさ、うん、駅行くまでのさ、うん、橋みたいなとこあるじゃん。えじゃあその前の信号、うん、いやあそこはビル風がやばいの、うん、わかる。その後のさあのなんか橋じゃ橋信号ってさ、うん、なんであんなに風強いんだろうねじゃあ違う場所でもいい。違うとこで信号、うん、うん、信号に危なくない。車に轢かれるんじゃないかって思う。確かに進めないよね。違うあの辺はマジで風が強い、うん、本当に本気でそう。最近冗談抜きで強くない。強い。なんかその橋がさ、ね、あの橋って揺れる。いやめっちゃグワングワンになったの。いやえ自分だけがやってる自分だけがもしかして自分が倒れそうだっただけ。きっと天才ですよって言われてる。うん、あきっと多分きっと多分きっとが並んだらもう違うのよ。キットカット。キットカット。えキットカット。え違う本当にちょ聞いて。橋が絶対でもでえっと思ってなんか対抗から来てた人の顔見たらめっちゃ普通に歩いてんの。言えないよ。そしたらえっと思ってもしかして自分だけ揺れてると思って本当になんかグワンみたいな。さすがにコンクリで床が固まってるから揺れないか。絶対揺れたのにな。絶対揺れたのにおかしいな。風で揺れたのに。イリアムってやらないの。イリアム、うん、イリアムやるつもりあんまりないけど。あそうなんだ、うん、いやせっかく立ち絵。いやまあそうだね、うん、でも立ち絵イリアムのためだけじゃなくて動画でも使ってるから。でもイリアムはまあ確かに背景とかみんなで頑張って撮ってくれたし。いやなんかだってさスイッチで配信できるようになったからイリアムをやるメリットがあんまり。携帯でパッとできる。それはそうね。それはそうだね。たまに私イリアムやってた。イリアム誰も来なかった来なかった。時間がおかしいんだよ多分。多分だけど時間がおかしいと思います。で、あとあれ何三脚。うんそう壊れてるやつ。ビデオカメラ昔使ってた三脚あれにこれを置いてこうやって撮ってた。高さが足りなくてそうあれに乗せてた、はいはいはい、そう三脚。自分なんかあの自撮り棒にもなる三脚はなんかどっか行っちゃったどっか行っちゃってなかったからあれを出してきた。あれはもう使ってないやつだからポンコツだから。そういうことね。そう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 。え今度やろうよ絶対。何を TRPG を、うん、あともう一人のさ、うん、幼馴染がいるじゃん、うん、絶対うまいじゃん。うんうまそう、うん、だって頭いいもんだって演技もできるし。確かになんかレベルが違いすぎてさ、うん、お前ら配信者やめてあのこの子がなった方がいいよとか言われると。本当にそう思ううちら呆れられちゃうかもしれない。ねえやだ。もう一人はクソ絵うまいしさ。確かにうちらただうるさいいやいや大事大事大事。大丈夫。いいとこある。あるよ。あるかわいい、うんうん、かわいいところ。はい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 。でもあの二人来てくれたらさ4人めっちゃちょうどいいけどね。なあグループやっぱ4人がいいのかな。4の方がうんなんか全押しみたいな感じもできるような。うんなるほど。私夢があるんだ、うん、東京ドームに立ちたい夢あったわ隣の人すげえでっかい夢勝手に抱えてたんだけどうちらグループなのに。そう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 。え、でもなんかやってみたくない？出てみたくない？うんうんうん、あんま。嘘、ステージの上立ってみたくない？私別にそういう前向き思考ない。私人前に立つの好きじゃないんだよね。私人前に作るの大好きなんだよね。すごいな、尊敬する。いや、ほんと尊敬するよ、そういう人。すごい。ステージの上に立つって本当に楽しいよ。
あでもなんかダンサーだからそういうあれが育つのかな。いやその前以前にあの表彰されてさ、うん、全校生徒の前にさ、うんうん、立つ時あるじゃん、うんうん、あれめっちゃ羨ましいなって思ってた。なるほどね、うん、ああいうのが表彰されたいって思ってた。なるほどね、憧れだったわけだ。目立つのが好き、うん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 、好きじゃない？あんまり目立つのは、なんで配信してんの？好きじゃないかな、誘われたから。ええでも一番乗る気だったよ。え、いいじゃんって思った配信。確かにやりたいんだよねって思ったって言ってずっとやってなかった。きっかけはね必要だよね。揃えなきゃだしね。こんなになると思わなかった。こんなしっかりやると。いや私は適当にやるの嫌いだからね。私はいつも適当に生きてたから。やるならちゃんとやらないと。やりたいんだよねって言ったらすぐやると思わなかった。だって時間がないもん。僕たちは、私たちに残された時間時間は有限だからね、うん、タイムイズマネーだよ。そうだよ、税金がかかってしまう。そうだよ、だってさ、うん、賞味だって、うん、賞味だって、だってじゃあおばさん配信者と若い配信者パッと見どっちがいいってなったら若いに行くパーセンテージの方がでかいと思うんだよ。まあうちらがおばさんの可能性もあるけどね。40歳です。40歳ね。サプリを飲んだら若返りますよ。怖い怖い、サプリだ、怖い、サプリ飲んでる。私はおじさんとかの配信の方が好き。なんか人生歩んできた人の方がなんか居酒屋で盗み聞きする雑談みたいな感じで好き。ちょっと経験した人たち。私もよく居酒屋とかファミレスで人の話盗み聞きする。わかる。めっちゃ聞いてる。若いと人生経験がないからさ。うん。ギャルの話よく聞いちゃう。恋バナめっちゃ聞いちゃう。いいね。聞いちゃう。なんかやばかったよ。去年の新卒の人の話で職場恋愛がえぐいみたいな、なんか A と B がなってんのになんか裏でなんか A と C がなんかつながってて、でもなんか C ちゃんはみたいな、うまだ1ヶ月経ってなくないみたいな、そんななんか本当にあるんだと思って、なんか職場恋愛はやっぱりしない方がいいよみたいなことがさあるじゃん。なんかゆりさんとガルロメさんお互いにいいところありますよ。あ本当ですか、お互いにいいところ、え例えばどこですか。例えば言ってもらってもいいですか。例えば何かな、あれ声が可愛いこととあれとりあえず今日声可愛いって褒められたもんな、うん、とりあえず、ね、とりあえず褒めてもらえたからな、うん、挨拶に取り入れる声が可愛い配信者って、声が可愛いゆりです、声が可愛いガルロメです、いちいち二人で分けて二人合わせて声が可愛い坂口です。やだ、知識過剰、桜餅の二人がいいですね。だってあ本当、なんかさ二人で押してくれる人がさ多いじゃん。あ多いね。でもなんか個人よりやっぱセットの方があれなのかな、なんかいいのかな、かなセットの方がセットでしか生まれない何かがなんか結構言ってくれるの、二人がいいよね、いやまあ確かにそうだね、なんか珍しいよね。うん。だってこっちだけ見るって人あんまいなくない、配信。ああそうだね。だいたいみんな両方見てる。両方見てくれるね。うん、なんかどっち入ったにしても、うんうん、にしてもどっちもなんか個人でやってる時にも来てくれるし、うんうん、確かに いい子だなみんな。ね、お前ら育成成功。まさか育ててた。何も考えてない。何も考えてない。なんなら2人で始めたのこのラジオくらいで、確かに、いやちゃんとイニアムでも、えちゃんと動画もてか最近さ2人で、うん、2人の動画投稿してないじゃん。ないね、どうする、埋もれてってってるから、どんどんさ、確かになんか撮ろうよ、せっかく2人のラジオ、うん、ああるじゃ、ラジオじゃなくてさ、で結果さ好評だったのが10回ゲームとさ、うん、あれだったからさ、10回ゲームとかだったら簡単にやれるからさ、うん、やる、うん、好評だったのかそれしか言う動画がないのかわかんないけど、みんなの口から出てくるのはまあその辺、配信で10回ゲームやってそれ動画にしてもいい。ああいいじゃん、何がおもろいかわからんしね。10回ゲームさちょっとなんかあれなんだよね、10回ゲーム、10
10回ゲームはもうさ聞いたことあるやつが多いじゃん。あんま知らないのもうないしさ、そうすると分かっちゃうからあれだよね。あとボケて、ボケてはちょっとユリができない。私もできない。難しいよねあれ。難しいよね、編集でどうにかするしかない。あれは難しいから なんかじゃあ探してこよう。ゲーム簡単に口頭できるゲームみたいな。ゆりさんは元気で明るいからこっちまで元気になる。なんかそうよく言われてるよね。なんかさ、でもさ、うん、私元気って言ってもらえるけど何回も言ってるけど、どっちかっていうとうるさいのはガルロメンちゃんだと私は個人的に思ってるんだよね。うん、そうね。そうじゃない、うん、結構私無気力じゃない。えそこまでは、あそこまでじゃないか、うん。でも行動力とかあったりとか、うん、遊びに行った時も活発に動いてくれるのはガルロメンちゃんかなと思います。確かに結構私は後ろでついていくタイプじゃん、うん、大人数だとなおさら、ね、2人とかだったらまた違うけど、うんうんうん、4人とかになるともう私はもうもはや存在よく探されるもん。確かに、どこいるみたいな、うん、いたわみたいな、えいるよみたいな、一応話は聞いてんだけど、うん、タイプだからね。結構新鮮なコメントだよね。確かに、ね、それめちゃくちゃだって、うるさいもん。誰がロメンちゃん、うるさくない。私はうるさいとこが好きですけど、その、うん、うるさいとこが好きですけど、まあ、全体的にうるさかったんだろうね、うん、昔は、うん、今はちょっと疲れちゃってあもう年うるさい時はうるさいよ、でもだ、うん、家だとうるさいじゃん、うん、とかもだって年越しとかさ、うん、確かに、ね、誰が一番うるさい、うん、圧倒的じゃない、うん、確かに、うん、あの部屋の中でジャンプしてる人あんまいないからね。だってね、うん、飛ばないと、うんうん、この世にいたくないじゃん年越し。マジかよ、うん、なんか怖いこと言ってる人いな、隣にジャンプするって決まってるからさ。なるほどね、それはね、うん、しょうがないね、しょうがないか、うん、なるほどね。だなんか配信してるとね、なんかなんだろうね、なんかテンション低いね配信してるとね。だから切った後の方がうるさいと思うし。いやそれはそう、うん、緊張してるんじゃん。してないでしょ、何ヶ月やってるの。じゃああのよそ行き、あでもちょっと一応何無意識に猫をかぶるではないけどさ、うん、なんて言うだろう、自分をセーブして。逆だよね多分ね、これね。そうかもしれない、ね、配信にうるさいくて切ったら静かになるはずなんだけど。確かに切った後めっちゃなんか、うん、うるさくなるね、謎にね。ちょっとあれじゃ、なんかいろいろ、あ言わないようにしないととか考えてるからじゃない、なんか注意しないとみたいに思ってるから、うん、自然とセーブしてるのかもしれないね。それはあるね、うん、うん、あんじゃない。朝眠いね、もう眠かった。あでももうそろそろ、あもうもうだ、もうそろって9時だ、もう時間帝国です。はい、帝国になりましたね。なんあ落ち着く声でゆったりと配信聞ける。あなるほどね。でもその利点をスプラだと活かせないね。じゃあそうなんだよね、うん、叫ぶたびに視聴者が減ってるから。そんななんだ。っ減ってく、ちょうるさかったかな。一応イヤホンで聞いてる人はちょっと耳壊れたんかもしれない。申し訳ない、イヤホンで聞かない方が、うん、なるほどね。音量注意って最初に書いとかないよね。今のとこゆりさんの方が好きかもって。 ありがとうございます。でも今のとこ今日初見だからね。あ確かに、これからね。怖いよ、先に好きって言われてる方が後からのパラメーター上がるのむずいからね。でもあのどっこいしょとかもあれじゃないの。うん。最初あれだったけど、うん、今ゆりさんの方が、え言ってないよ。でもどっこいしょは、うん、僕ガルロメンが好きですって言いつつイリアムの配信なぜか毎回一番最初に来てくれる。お前本当私のこと好きなんじゃないのみたいなね。ツンデレだから、ツンデレキャラ説あるね。ちょっとそれはありますね。桜餅は2人が、そういうことでしたよね、まあ、最初から推してくれてる人は新メンバー加入とかよりやっぱ2人とかがいいって人もいるのかね。いいのかね。でもやっぱそうじゃん、なんか推してる新メンバーに対してあんまり受け入れ、なんでもそうじゃない。私はでもみんなにやってほしかったんだけど、うんうんうん、拒否ってくるじゃん。そうだね、うん、やりたくない、うん、うん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 。でもあれ幼馴染の方には聞いてなくない、あの、うん、聞いてないよね。忙しそうだったから。てかどっちかって本職に近い部分になっちゃうから、やっていいのかもちょっと微妙だよね、うん、今度相談しに行こう。ありありあり、う
や飯行かないと。てかあそこのスタジオって言ったらあれだけど、あそこ借りれたら100いいけどね、うん、どこあの子ん家行けたら。いいね。でもねあれなんだよ、ん、お兄ちゃんが在宅で仕事ほぼしてるから、でパパも在宅でほぼ仕事だから。今いるの？家に。在宅なんだ。うん、そうほぼ在宅なんだって。だからこの前家行ったんだけど、部屋が隣じゃん、うん、声ちゃんと聞こえるみたいな、だからっていうのがあって。かわいそうよね。微妙なんで、ね、確かに微妙だ。それは、うん、それが微妙って感じ。前いないイメージがあったから。そうそう、でも今ほぼ在宅らしいよ。ツッコミが存在しない配信はここで合っていますか？だって。え、なんでやねん。痛い。代わりに叩かれました。なんでやねん。痛い。マスプラはね、ね、一番の推しはもちのこ。ん、もちのこだって。もちのこに取られた。もちのこいないけどな。もう、もういないんだ。もういない。バイバイしたやん。バイバイしたわ。したやろ。もう閉めなきゃいけない。そうなー。皆さん今日はどうもありがとうございました。本当に最後まで取られましたね。はい。ツッコミこれ振りだったらしいわ。 K え、振りだったってことだ、うん、ツッコんでくれって、うん、ことだったんちゃう、うん、あーなんでやねん。はい、はい、ツッコんだ、はい、ということで本日の配信終わっていきたいと思います。みんな最後までいてくれてありがとうございます。本当最初のコメントの流れ方は異常でしたね。お茶が心配しますわ。なんかそれがなんか正常に動いてますかみたいな、ええみたいな。うちはディスられた。しかもコメント読まないで普通に会話してるから。それなそれはそう。ロメさんもう眠いやね。そうなんですよ、ちょっと活力がないですね。そろそろ死んでしまうのでお家に帰したいと思います、はい、おつもち。では皆さんおつもち。お疲れ様です。では来週もあります。来週は何か企画しつつラジオをすると思います。多分間に合えば、はい、ということです。ではまたね。来週の7時、うん、来週の7時ってつぶやいてます。7時です。はい、7時です。みんな7時です。みんなね、7時に来て、あの7時に来てくれないと。え、でも誰か一人待機してたよね。6時半にお茶かもしれない。ごめんな、本当にごめんね。今度は枠ちょっと設定してね。私がミスってました。やろうか。はい、はい、お願いします。終わりましょう。ということでバイバーイ。